です。ケンタです。二人合わせてファミリーチャンネルです。ジャギー、僕のママはいつも何もしていないのに怒っているので、今日の企画、ママをあえて怒らせたらどうなるのか検証したいと思います。イエーイ。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。ああ、朝からイライラするわね。ああ、忙しい。あんがー、ああ、イライラするわ。忙しい。今日も相変わらず怒ってますね。じゃあ、一つ目の作戦、ひたすら二人でガンを飛ばし続けたらどうなるのか。じゃあ行ってみましょう。ああ、すっごいイライラするわ。ママおはよう。大子おはよう。おはよう、うでしょ。ごめんごめん。ねえ、ママもうご飯できてるよね。もうもちろんできてるよね。え、できてないの？どんくそ。あなたたち、こっち帰るよ。邪魔だけどあっち行ってた。はいはい。早く行きなさい。朝からイライラするわね。いやー、怒ってたね。うん、そうだね、まあ、楽しかった。じゃあ次は、ケイタにはめっちゃ優しくして、ダイコは鹿としていきたいと思います。行きましょう。ケイタ、うん、何？新しい服買ってあげようか。え、いいの？うん、ご飯食べたら買いに行こっか。え、やった、あー、やった。え、何？私にも新しい服買ってくれるの？あ、あと、うん、この前ウルトラマンのおもちゃ壊しちゃったから、新しいおもちゃも買いに行こっか。あー、やった、ありがとうママ。え、タカ、私もちょうど新しいダンベル欲しかったの。じゃあ朝ごはんはホテルのビュッフェ食べようか。え、行く、行きたい。え、私も行きたい。行こう、ケータ。はい、行く。なんで無視してるのよ。いやー、すごい怒ってましたね。そろそろやばそうだね。じゃあ次の作戦は、バスケットを3人でやって、ママだけ仲間を連れにしたいと思いまーす。イエーイ。じゃあ行きましょう。7504。ママ、さっきは無視してごめんね。仲直りの証で3人でバスケしに行こう。いいよ。うん、行こう。うん、そうね、やりましょう。行くよ、ママ。はい。はい。ヘタカ。はい。ヘタカ。はい、ケータ。はい、はい、はい。はい、ケータ。はい。いい返しだ。そうやってまた私のこと仲間外れにして、もう帰るわよ。やっぱシカト大作戦はかなり怒ってたね。じゃあ次は、ダイコ今疲れて寝てるんで、ケイタくんの気持ちいい100連発でもっとイラつかせたいと思います。じゃあ行ってみましょう。ダイコを本気で怒らせると、たとえ家族であろうと殺されるということが分かりました。楽しい歌、悲しい歌。僕のママはいつも何を、僕のママはいつも何もしぬ、なんだっけ、ごめん。今日の企画。え、ママ、ご飯できた？もちろんもうできてるよね。ちょっと待って、ごめん。ねえ、ママ。ねえ、ママ、もうご飯できてるよね。あんた、いやいや。なんかがもう待って、すでにだもん。いった！サンバー！